スタランツァーノは、イタリア共和国フリフリベネツィアジュリア州、コリツヤ県にある人口約7300人の基礎自治体。標準イタリア語以外の言語では、以下の名称を持つ。コリツヤ県南部、ビシアカリア地方に属する町で、その中心都市モンファルコーネの西に隣接している。県とコリツヤから南南西へ1 7トル。 州都トリエステから北西へ2 8トルの距離にある。イゾンツォ川の川口ブーガンにあたっており、アドリア海に面している。コムーネの領域は南北に長く広がっており、コムーネ最北端から最南端のイゾンツォ川、川口差し先端までは約1 0トルある。隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り、イゾンツォ川川口部にあたり、地勢は平坦である。 リゾンツォ川はコムーネの領域の最南端でアドリア海に注いでおり、コムーネの南部はフォッチェデリゾンツォ自然保護区の一部に指定されている。スタランツァーノの本村はコムーネの北東に所在し、モンファルコーネの市街地に連誕している。本村の南にはビストリニアの集落があり、分離集落とされている。ドッピアはスタランツァーノ本村の北西。 約2キロメートルに位置し、本村とベリアノとの中間にある。スタランツーノの村は、19世紀初頭に、モンファルコーネと、サンカンツヤンの村に所属していた2つの集落が、分離して生まれ、1848年に、コムーネとして、独立の地位を獲得した。人口推移、居住地区別人口国立統計研究所は、居住地区別の人口として、以下を掲げている。 統計は2001年時点。ISTAT は人口統計上、家屋密度の高いチェントロ・アビタと密度の低いニュークレをアビタとまとまった居住地区を形成していないケーススパースの区分を用いている。上の表で地名が全て大文字で示されているものがチェントロ・アビタとである。印が付されているのはコムーネの役場、役所ラカーサ・コムーノリーの置かれている地区である。 コムーネの最北部で、州南部を東西に貫く、SS14 とわずかに接する。SS14 からは、ドッピアを経由して本村に至る道路がある。また、モンファルコーネとグラードとを結ぶ、SP19 がコムーネの中央部、ビストリニャ地区を東西に通過している。ありがとうございます。